休憩前に引き続き会議を開きます。日程第1から日程第25までの理事を継続いたします。橋本龍一君。皆様こんにちは。公明党橋本龍一でございます。5月定例会での登壇の機会を与えていただきました。市民の皆様はじめ関係各位に厚く感謝申し上げます。9月21日の石川県能登半島豪雨によりお亡くなりになられた方に心からご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧を願うものであります。それでは通告に従い質問に入らせていただきます。今回は大きく3つの質問させていただきます。大項目1、本市における認知症高齢者への取り組みについて。9月の第3月曜日16日は敬老の日でありました。今日の平和で安定した日本を築いてこられた皆様に対して心から感謝と敬意を表するものであります。毎年この敬老の日に合わせて総務省統計局から発表される日本の高齢者人口によると、2024年9月現在の高齢者人口は3625万人、高齢者人口率は 29.3% となりました。65歳以上の高齢者の割合が21% を超えた2007年から我が国は超高齢社会に入っております。高齢化が進む中、医療や介護の問題は避けて通れない問題となっております。中でも羅漢率の高い認知症患者は2025年には高齢者の5人に1人の割合になると推定されております。このような状況の中、認知症の方を取り巻く環境においては多くの課題があると思われます。そこで質問いたします。本市における認知症高齢者の現状と課題について健康福祉部長にお尋ねいたします。壇上での質問はこれまでとし、他の質問は発言席より行います。健康福祉部長、福本圭三君。皆さん、こんにちは。議員ご質問の本市における認知症高齢者の現状と課題についてお答えいたします。まず、認知症と診断された65歳以上の高齢者の全国における状況としましては、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる令和7年には約8人に1人、生産年齢人口の急激な減少が見込まれる令和22年には約7人に1人と推計されており、認知症高齢者は今後も増加すると推計されております。本市におきましては、要介護認定を受け認知症と診断された、あるいは認知症が強く疑われる方を認知症高齢者として把握しており、平成26年3月末では4833人でしたが、本年3月末には6156人となっており、この10年間で約1300人増加し、7人に1人が認知症高齢者となっております。また、75歳以上の後期高齢者の認知症の状況としましては、平成26年3月末では
4453人でしたが、本年3月末には5699人となっており、この10年間で約1200人増加し、4人に1人が認知症高齢者となっております。なお、本市における75歳以上の人口は、令和17年度まで増加すると推計しており、今後、認知症高齢者も増加することが予想されます。さらに、本市の高齢者のみの世帯は、平成31年3月末では17,700世帯でしたが、本年3月末には19,867世帯となっており、この5年間で2167世帯が増加し、3世帯に1世帯が高齢者のみの世帯となっている状況です。このように、認知症高齢者の増加とともに、認知症を抱える高齢者のみの世帯も増加し、これまで介護を担ってきた同居家族の不在により、生活上の支援が届きにくくなる高齢者も増えることが見込まれます。今後、認知症高齢者が地域で安心して暮らせるよう、社会的孤立を防ぐための支援の充実が課題と考えております。以上、お答えとさせていただきます。橋本龍一君。10年前の平成26年と比べると、認知症高齢者の数は約1300人増加しており、高齢者のみの世帯はこの5年間で2167世帯が増加、3世帯、2世帯が高齢者のみの世帯となっているとのことであります。どちらかが介護が必要な状況になったり、認知症になったりすると、本人や家族への支援が必要な状況になると思われます。かくいう我が家も、現在私と妻だけの高齢者世帯ですので、まさに他人事ではない考えいたします。こういった本市の状況において、これまで国の施策に基づき、また本市独自の取り組みがなされてきていると存じます。そこで再質問させていただきます。本市における認知症高齢者への取り組みについて、健康福祉部長にお尋ねいたします。健康福祉部長、福本圭三君。議員ご質問の本市における認知症高齢者に対する取り組みについて、自席よりお答えいたします。高齢化の進展に伴い、認知症高齢者が増加する中、日常生活における認知機能の維持はもとより、認知症を発症しても、その進行を緩やかにすることが重要となります。WHO による認知症予防のためのガイドラインでは、認知症の予防には身体活動が最も効果的とされています。このため、本市におきましても、定期的な外出や社会参加による引きこもり、孤立の防止をはじめ、楽しみ、生きがいづくりを見出す介護予防に力を入れております。具体的には、地域のコミュニティセンターなどにおいて、八千代元気体操教室や生き生きサロンを開催し、運動による体づくりや参加者同士の交流を図るとともに、住民が自主的に集まる通いの場においては、体操や趣味の活動を行っております。これらの活動は、本年3月末現在で市内200カ所において開催し、約2300人が参加されておりますが、八千代元気健康プランでは、令和8年度の参加者数の目標を2600人としております。また、認知症になっても地域で安心して暮らせる体制づくりとして、主に3点の取り組みを進めております。まず1点目としましては、市内6カ所にある地域包括支援センターに、認知症に関する相談窓口を設置しております。支援センターでは、地域の身近な相談窓口として、家族や民生委員などから認知症等の相談を受けた場合には、本人や家族の状態を聞き取り、
必要に応じて自宅に出向くとともに、医療や介護等の適切な支援につなぐアウトリーチ支援を行っております。また、認知症の家族介護者に対しては、家族介護者交流教室を開催し、参加者が相互に悩みを語り合うピアカウンセリングにより、精神的な負担軽減を図っております。次に2点目としまして、認知症サポーター養成講座を実施しております。本市では認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職場において認知症の方が家族を支援する認知症サポーターの養成を重点目標に掲げており、本年6月末現在で約2万2600人が受講されておりますが、今後もサポーター増員に向けて取り組んでまいります。3点目としまして、見守りネットワークの強化を図っております。行方不明となった認知症高齢者を地域で早期に発見するため、警察をはじめ民生委員、社会福祉協議会などの関係者との連携強化を図るとともに、多くの市民に緊急情報配信メールへの登録をお願いしています。なお、徘徊の恐れがあるケースにおいては、GPS による徘徊探知機の導入助成や、QR コード活用による行方不明時のメール送信サービスなど、個別の支援にも取り組んでおります。さらに、本市の新たな取り組みとして、本年度、熊本県と連携して、本人ミーティングの開催を予定しております。本人ミーティングとは、認知症の方が集い、自らの体験や希望、生活上の悩みを語り合う交流の場を提供するとともに、地域住民や支援者、行政などが参加者の声に耳を傾け、体験や思いに理解を深め、本人の視点に立ってより良い支援や施策につなげるための取り組みです。本市としましては、今後も認知症高齢者やその家族に寄り添い、関係機関と連携しながら地域全体で認知症高齢者を支える取り組みを充実させていきたいと考えております。以上、お答えといたします。橋本龍一君。本市における認知症高齢者へのこれまでの取り組み及びこれからの取り組みについて理解することができました。認知症になっても地域で安心して暮らせる体制づくりの説明がございました。その中の2点目として、認知症サポーター養成講座についての答弁がありました。これまで2万2600人が受講されているということでありますので、認知症への理解について、大変有効なことではないかなと思います。当講座においては、認知症への理解を深めるための講座や支援の体験活動についても研修されることと存じます。そこで1点、講座の中に取り入れていただきたい内容についてご紹介させていただきたいと思います。認知症の人の尊厳ある暮らしを守る上で、一人でも多くの住民が認知症の人に対する適切な接し方を身につけて、認知症の人への支援が効果的になされるようにすることは、特に重要であると考えます。そのための効果的な技法として、あなたを大事に思っていることを見る、話す、触れる、立つ。立つというのは、1日に合計20分間ほど立っていることができれば、寝たきりの予防につながるということから、立つことへの自然として行うという意味のことであります。この4つの柱で、相手が理解できるように行うケア技法として、ユマニチュードが注目されています。ユマニチュードとは、人間らしくあるを意味するフランス語とのことです。すでにいくつかの自治体においては、介護の研修等に取り入れているとのことであり、特に福岡市においては、2016年から多くの介護研修、回答で取り組んでいるとのことであります。実際に効果を上げてきているとのことを伺っております。先進的に取り組んでいる自治体の状況を参考にしていただき、
認知症サポーター等の講座や研修等に取り入れてはと思いますので、ぜひご検討いただきますよう要望いたします。国におきましては本年2014年1月に新たに認知症基本法が施行されました。認知症基本法は認知症の人が尊厳を保持し希望を持って暮らすことを目的として作られた法律です。国地方公共団体などの責務を明らかにし、これからの認知症予防のための活動を含む認知症対策を計画的に推進するための基本となるとのことと言われております。部長答弁、今後も認知症高齢者その家族に寄り添い、関係機関と連携しながら地域全体で認知症高齢者を支える取り組みを充実していきたいとありましたように、市民の方々が八代に住んでよかったと言っていただけるよう、さらなる支援の充実を図っていただきますようお願いいたしまして、この子を終わります。部長、橋本龍一君。はい、大項目に、ケアプランデータ連携システムについて、これも高齢者福祉に関係する質問になります。介護保険を利用する際には介護サービス計画書の作成が必要になります。要介護1以上の介護サービス計画書は、介護支援専門員、いわゆるケアマネージャーのいる居宅介護支援事業者へ依頼します。依頼を受けたケアマネージャーは本人や家族の希望、また心身の状態を考慮して介護サービス計画書を作成します。作成された介護サービス計画書は、介護保険の適用を受けるサービスを提供する介護保険サービス事業者へ送られ、そこからサービスの実施がなされる仕組みになっております。この送る際の方法として、多くの事業者間において持参や郵送、またファックス等によって行われています。現在のこの方法においては、事業者間の業務負担となっていることが全国的な課題のとなっております。国においてはこの課題に対して、居宅介護事業所と介護保険サービス事業所間でのオンラインによるケアプランのやり取りを図るケアプランデータ連携システムを構築し、その推奨を図っております。そこでこのケアプランデータ連携システムの概要と本市における取り組みについて、健康福祉部長にお尋ねをいたします。以上、健康福祉部長福本圭三君。議員ご質問のケアプランデータ連携システムの概要と本市におけるシステム導入状況についてお答えいたします。まず、ケアプランとは、介護保険サービスを利用する要介護者や要支援者がサービスを受けるために作成する計画書となります。利用者の心身や家族の状況、また希望などを踏まえて、サービスの種類や利用日時、回数、料金などの組み合わせを検討します。このケアプランは、特別養護老人ホームやグループホームなどの施設に入所される場合には、それぞれ入所する施設のケアマネージャーが作成します。一方、自宅等で暮らしながら、デイサービスやホームヘルパー、またはショートステイなどの在宅サービスを利用される場合には、居宅介護支援事業者のケアマネージャーが作成します。なお、在宅の場合は、サービスを提供する事業所とケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業所がそれぞれ独立した事業所であるため、ケアプランの情報をやり取りする必要がございます。しかしながら、それぞれの事業所によってケアプランの作成や実績管理等を行う介護ソフトが異なるため、直接データを送受信することができず、一般的には書類でのやり取りを行っており、そのことが事業所の負担となっております。具体的なやり取りの流れを説明しますと、まず、居宅介護支援事業所のケアマネージャーが、ケアプランを介護ソフトで作成し、紙に印刷して、
それぞれのサービス事業所に持参またはファックス等により送付します。次に各サービス事業所ではケアプランに基づき利用者にサービスを提供し、その実績をケアプランに手書きし、居宅介護支援事業所へ持参またはファックス等で折り返し送付することになります。その後、居宅介護支援事業所は介護給付費の請求のため、その実績を介護ソフトに入力するという一連のやり取りが毎月行われております。全国的にこのような介護現場での業務負担が課題となっており、国においては事務の効率化に向けたさまざまな取り組みが行われております。その取り組みの一環としまして、令和5年4月からケアプランデータ連携システムの運用が開始され、居宅介護支援事業所とサービス事業所とのケアプランのやり取りをオンラインで完結する仕組みが構築されました。この連携システムを活用することで、これまで持参やファックス等でやり取りを行っていた書類の情報を、異なる介護ソフト間であっても直接データで送受信することが可能となります。サービス事業所では手書きをしていた実績などをデータ入力ができるようになるとともに、居宅介護支援事業所では返送された実績データを手入力することなく連携システムにより直接取り込めることから、作業時間の短縮や費用の削減、手書きによる転記ミスがなくなるなど効果が期待できます。このようにさまざまなメリットがあるシステムではありますが、全国的に導入が進んでおらず、本市におきましても先月末現在で全273事業所のうち6カ所のみの導入となっており、多くの事業所では未導入の状況です。以上お答えといたします。橋本龍一君。ケアプランデータ連携システムの活用によって各事業所における業務負担の軽減が図られることが期待できる、理解できました。しかしながら、部長答弁にありましたように、さまざまなメリットがあるシステムであるが、全国的に導入が進んでいない状況にあり、本市においても先月末現在で全事業所273事業所のうち6カ所のみが導入し、多くの事業所ではまだ導入されていない状況とのことであります。そこで再質問させていただきます。ケアプランデータ連携システムの導入が進まない要因の認識と本市の対応についてお尋ねいたします。健康福祉部長福本圭三君。議員ご質問のケアプランデータ連携システムの導入が進まない要因の認識と本市の対応について自責よりお答えします。連携システムの導入が進まない要因としましては、主に3点考えられます。まず1点目としましては、システム導入に費用負担が発生することです。年間2万1000円のシステム利用ライセンス料に加え、現在使用している介護ソフトがシステムに対応していない場合には、年間の利用料が6万円から36万円程度のシステムに対応した介護ソフトを準備する必要がございます。次に2点目としましては、システム導入に対する懸念があることです。ケアマネージャーやサービス事業所の職員は、従来の書類でのやり取りに慣れているため、これまでの方法を変えることへの不安や抵抗感があることが考えられます。3点目としましては、双方の事業所で連携システムを導入する必要があることです。導入したいとは考えているものの、仮にシステムを導入しても、相手方の事業所が未導入であれば、データの連携ができないため、システムの導入をためらっている状況であると考えられます。このような要因により、全国的にも連携システムが普及していないものと考えております。
しかしながら、連携システム導入のメリットとして、事業所の負担軽減や業務の効率化が見込まれ、国の試算ではコスト面での削減効果が年間約81万円と見込まれています。さらに、連携システム利用のライセンス料や対応ソフトの準備経費は、熊本県の介護職員の勤務環境改善のための補助対象経費となっております。本市としましては、引き続き未導入の介護事業所に対しまして、連携システム導入のメリットや、県の補助事業などを周知するとともに、毎年実施する事業所への集団指導など、さまざまな機会を捉え、システムの導入を勧奨してまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。橋本龍一君。ありがとうございました。ケアプランデータ連携システムの導入が進まない主な要因としての3点について確認することができました。最大の要因はやはり、年間2万1000円の利用ライセンス料や、介護ソフトがシステムに対応していない場合には、年間の利用料が6万円から36万円程度かかる、システムに対応した介護ソフトを準備する必要があるなどのコスト面での事業所の負担が大きいことがあるように思われます。このことに対しては、連携システムの導入により、事業所の負担軽減や業務の効率化が見込まれ、コスト面での削減効果が年間約80万円ほど見込まれるとのことであり、また県が実施する介護職員の勤務環境改善のための補助対象経費となっているとのことであります。しかしながら、本議員もいくつかの事業所にお尋ねしましたところ、それだけ大きなコスト面での削減効果があるということや、県からの補助があることについてはご存じでない事業所もあるようでございます。県の補助に関しては令和5年度から始まったということでございますので、まだまだ周知がなされていないのではないかなと思います。介護人材の確保が喫緊の課題とされる中で、介護現場の負担軽減や職場環境の改善は重要であり、その取り組みの一環として、居宅介護支援事業所と介護保険サービス事業所の間でやり取りされるオンラインによるケアプランデータ連携システムは、大変有効なツールであると思われます。部長答弁にもありましたように、関係する事業所に向けて、導入のメリットについて、機会を捉えて、さらなる周知を図っていただきますよう、要望して、この講を終わります。以上。橋本龍一君。はい。最後の質問になります。第項目3、本市におけるマイナンバーカードの普及状況について。本年12月2日から、従来のいわゆる紙の保険証が新規発行されなくなり、その後はマイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行してまいります。もちろん、紙の保険証の代わりになる資格証というものが発行されるということにはなっております。これまで本市においては、マイナンバーカード普及に向けての取り組みがなされてきていると存じます。そこで1点目、本市におけるマイナンバーカードの保有率について、2点目、本市におけるこれまでの普及拡大への取り組みについて、以上2点について市民環境部長にお尋ねいたします。市民環境部長、浜田康介君。皆様こんにちは。議員ご質問の1点目、本市におけるマイナンバーカードの保有率についてお答えいたします。平成28年1月にマイナンバーカードの交付が開始されてから9年目を迎え、本市におきましても多くの方が取得されている状況でございます。本市における保有状況は令和6年8月末現在で保有枚数9万311枚、保有率 74.2% となっており、全国の保有率 74.8% とほぼ同じ割合という状況でございます。年代別で申し上げますと、
10代以下で 70.8%、 20代から30代で 64.7%、 40代から50代で 76.4%、 60代から70代で 82.6%、 80代以上で 67.9% となっております。現在、医療機関や薬局における保険証としての利用や身近なサービスとして住民票の写しなどの証明書のコンビニ交付、児童手当等のオンライン申請、税の電子申告などにマイナンバーカードが利用でき、利活用の場が増えてきております。また今後はマイナンバーカード機能のスマートフォン搭載についても予定されており、さらに来年3月からはマイナ免許証の運用が開始されることから、特に20代30代の方々にもマイナンバーカードのメリットを感じていただき、保有率も伸びてくるものと思われます。次に2点目、本市におけるこれまでの普及拡大への取り組みについてお答えいたします。本市におきましては、令和3年4月にマイナンバーカードの交付体制強化とさらなる普及促進を図るため、市民課にマイナンバー係を設置し、さまざまな取り組みを行ってまいりました。まずマイナンバーカードの付加価値向上の取り組みの一つとして、平成28年から全国のコンビニエンスストアで住民票などの各種証明書が取得できるコンビニ交付サービスを開始しており、令和4年12月から証明書交付手数料を300円から200円に変更し、窓口よりも100円安く設定しております。また令和4年2月からはマイナンバーカードを使って住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、小本をオンラインで申請できるサービスも開始しております。次にマイナンバーカード申請場所拡充の取り組みでございます。市民の方が買い物のついでや休日等にも気軽に申請できるよう、令和3年8月から令和5年3月までイオン安代店に、令和4年12月から令和6年3月までゆめタウン安代店に臨時申請窓口を開設したところでございます。また郵便局との包括連携協定に基づく取り組みの一環として、令和4年11月から令和6年3月まで市内5カ所の郵便局におきまして、マイナンバーカードの申請支援を行ったところでございます。最後に出張申請の取り組みでございます。令和4年度は市内の商業施設や学校、事業所等を対象に職員が出向いて集団交付を実施し、昨年度からは70歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方、要介護・要支援の認定を受けている方など、外出が困難な方の自宅や病院、施設に赴く出張申請サービスを行っております。今年度も引き続き、外出が困難な市民の方への申請のサポートを継続してまいります。今後もきめ細かいサービスを行いながら、マイナンバーカードの普及を促進し、保有率の向上に努めてまいります。以上、お答えといたします。橋本龍一君。はい、ありがとうございました。平成28年より1月より、マイナンバーカードの周知及び交付推進向けての取り組みが理解できました。本市におきましては、全国平均とほぼ同様の 74.2% との2%の保有率であるとのことであります。これまでの取り組みとしては、市民課にマイナンバー係を設置し、コンビニストアでの各種証明書の発行や、大型ショッピングモールでの申請窓口を開設、学校や事業所に職員が出向いての集団交付の実施、また病院、福祉施設等への出張申請サービスの実施等に取り組んでこられたことが理解できました。これまでの取り組みに対して敬意を表したいと思います。しかしながら、全国的にもまだ8割には満たない状況があります。そこで再質問させていただきます。市民の約 25% の方がまだマイナンバーカード未取得の状態であり、本質問の冒頭に申し上げましたように、令和6年12月2日から現在の保険証は新規発行が停止と廃止となり、
マイナ保険証の切り替えが進む中、本市におけるマイナンバーカード普及に向けた課題及び今後の取り組みについてお尋ねをいたします。以上、市民環境部長浜田康介君。はい、議員ご質問のマイナンバーカード普及に向けた課題及び今後の取り組みについて自席よりお答えいたします。まず普及に向けた課題としまして、申請方法の煩雑さに加え、マイナンバーカードを取得する必要性を感じていただけないことや、個人情報の流出など安全性への懸念があるのではないかと考えております。そのため申請に対するサポート等の案内や、マイナンバーカードの利便性に関する情報の周知に努めるとともに、セキュリティ面ではマイナンバーカードを紛失した場合でもオンラインで使用するには暗証番号が必要となり、対面で使用する場合にも顔写真入りのため悪用は困難であることなど、市民の方が安心してマイナンバーカードの申請を行っていただけるよう、安全性に関する情報を本市としても発信していきたいと考えております。次に今後の取り組みについてでありますが、一昨年本庁に導入したタブレットを用いることで申請書の記入が不要となり、写真撮影も可能となりますことから、本年7月からは各支所及び日名具出張所にも導入し、申請時の利便性向上に取り組んでおります。また今後のマイナ保険証への切り替えの駆け込み需要も考慮し、本庁1階の市民課前のロビーに臨時窓口を本年11月中旬から来年2月中旬まで開設する予定としております。この臨時窓口はマイナンバーカードの新規申請や更新者に対する書類申請への申請書類への記入、写真撮影、保険証利用、登録時のサポート業務を民間事業者に委託し、本市の受付業務が円滑に行われたとともに、待ち時間の短縮が図られるよう開設するものでございます。今後も国のマイナンバーカードに関連した各種施策の状況を注視しながら、マイナンバーカードのより一層の普及促進に取り組んでまいります。以上、お答えといたします。橋本龍一君。ありがとうございました。マイナンバーカード普及に向けた課題として、カードを取得する必要性を感じていただけないことや、個人情報の流出など安全性への懸念があるのではないかとのことであります。確かに人為的なミスとして、全国的にいくつかの地方自治体において昨年マイナンバーへの紐付け入力の際に誤った情報が入り込んだため、利用者に対して不具合や不安な面を与えてしまったことがあり、その後改善されてきているものの、未だ不信感を持っておられる方も多いと思います。部長答弁にありましたように、セキュリティ面での安全性の情報を広報誌やラジオ、また地域回覧などを活用したり、機会を捉えてさらなる周知を図っていただくようお願いいたします。令和7年3月から免許証の運用がなされることにより、カード取得の向上につながることが期待できます。このことはもう、この質問の考えた後にですね、テレビ等の報道でなされましたので、いよいよそういう時期に来ているのかなということを思いました。本年12月2日からマイナ保険証の切り替えが進む中、当然会社勤めなどで社会保険に加入している方もその対象になります。会社の方からも案内がなされると思いますが、あくまでも強制ではありませんので、任意のも申請になると思います。しかしながら切り替え時期が迫る中、これまで取得されていない方もこの12月に向けて10月から11月にかけて、いわゆる駆け込み需要が多くなるのではないかなと予想されます。本市においてもその対応に向けて、庁舎1階の市民課前のロビーに11月中旬から2月中旬まで開設されるとのことであります。担当課及び担当係におかれましては、慌ただしい時期となると予想されます。マイナンバーカード交付率向上に向けた良い機会であると思われますので、広く周知を図っていただき、事故なく丁寧に取り組んでいただきますよう願い申し上げ、この項を終わります。以上で今回の私の一般質問を終わります。ありがとうございました。